おはようございます。こんにちは。こんばんは。亀山声です。はい、今日は市議会だったんですけれども、まあ、その夜ですね、今10時ぐらいかな、なんですけれども、まあ、あまりにも敵が悪すぎたので、反省会をしようと思ってます。違う、大反省会をしようと思ってます。まあね、今日に向けてペース配分を保ってみたりとか、または調整してみたりとかして、体調を整えて今日を迎えたつもりです。ですが結果としてあまりにも良くなかったっていう、結果が出てしまったので、なんか心を殴られたような、ね、気持ちに、なってですね、これはちょっと考えてちゃんと落とし込んでいかないと、まあもっと痛い目見るなと思いました、ね。まあ、死んだりとかするわけじゃないけれども、まあ、体操選手として痛い目、見る前にこう事前にね対応したいと、まあ今もちょっと痛み見てるんですけど、だからこそしっかり今日っていう一日を大事にするというか、今日一日で得たことをこう、なんていうかな、今日一日で得られるものをすべて、得たいなと思って。今日はこの動画撮ってます。そうですね、まあ教えたりとか教えようとか伝えようとか、まあ、そういう風にすることによって脳の定着率っていうのは高まるみたいなので、まあ、今日という一日を、伝えることによって、まあ、競技力向上につながるんじゃないかなと、思ってこの動画撮らせていただいてます。まあ見てもらっている方々にとっては、まあつまんないかもしれない。つまんないかもしれないんですけれども、まあ少なくとも一アスリートの一日常風景ですね。まあ毎日実はこんなことやってるみたいな感じです。まあホワイトボード使ったりとか、まあそういうことはしてないですけれども、まあいつもコーチとかとね、アウトプットしたりとか、まあ最近始めた YouTube で、アウトプット、まあフィードバックしてみたりとかですね。まあそういうことは、常日頃、やってます。その中で今日はちょっとあまりにも、自分の中で気持ちが持っていかれてしまったので、ちゃんとやりたい、ちゃんと大反省したいなと思ってます。で今日はこの項目をあれですね、5個書いたので、まあこれが、今後に生きるものとしてね、心に刻んでおきたいなと思います。はい、まず一つ目はなんだ、安気に流れないっていうことですね。安気に流れない、今までというか、この東京オリンピックに向けて、まあ、リオオリンピック落選してしまって、まあ東京オリンピックどうしようかなって挑戦するのかしないのかっていうところで、まあ、スタートするというふうに舵を切ってですね、この4年間、頑張ってきました。でその中で自分は本気でやっているつもりなんですよね。本気でやってるつもりなんですよ。ただその本気でやってる中で日々の選択が本当に正しかったのかと、安気に流れていないかと、例えばですね、この1週間、調整するとか、またペース配分考えるとか、なんかそれって本当にこう正しい選択だったのかと、思います。こうなんていうんですかね、選択を間違えないようにしたいなと、本質的に間違えないようにしたい。例えば、今日に向けてこの1週間使ったわけですけれども、調整しなくてもできるぐらい強くあればいいし、ペース配分考えなくてもいけると、強ければいいしっていうことなんですよ。なんかこう間違った選択だと思ってないっていうところが怖いですよね。なんか潜在意識の中でこっちの方が楽そうだからこっちで行こうみたいな、なんかそういう選択をしちゃっている自分がいるんじゃないかなと、思います。
ある本、結構いろんなビジネス書とかで言われると思うんですけど、なんか自分の思う逆を行けっていうね、フレーズを結構見ることがあるんですけれども、こう簡単な方か難しい道かだったら、自分は簡単な道行きたい、なるべく、あまり苦労したくないし、めんどくさがり屋だし、でもその逆、本心の逆を行くことで、難しい道を行くことで、成長できると、そういうことだと思うんですけれども、それをそういうふうに舵を取ってきたつもりなんですけれども、今日の結果だけ踏まえて、今日の結果だけだけじゃなくて、清風合宿、8月の中旬にあった大阪の清風合宿しかり、今日しかり、またはそのもう一個前の7月の末にあった、ちょうど1ヶ月前ぐらいにあった、入れ替え戦、なんか似てるんですよね。全部ちゃんとできてないんですよ。同じ演技構成なんですけど、ちゃんとできてない。これはもしかしたら安木に流れてたんじゃないかと、潜在意識の中で簡単な方を選んでたんじゃないかなと、思います。自分の成長につながらない。だからなるべく選択は良質なものを意識したいですね。本当にこれ安木に流れてないかっていうのは自分の問いかけにすごくいいんじゃないかなと、今日思いましたね。今日の結果と、この、過去3大会、チェックを大会と、換算するなら過去3大会、安木に流れた可能性あるなと、思ったので、今日はここをね、まず第一ポイント、大反省したいなと思います。はい、次は、2番、生き切る考え方。生き切る、こう突っ走る、突き抜けるっていうか、ピシュッっていうね感じで生き切る考え方普通の選手だったらこうするよねみたいな、それぞれの普通って違いますけれども、なんとなく似通った、言葉は違えど似通った解釈ってあると思うんですよ。でもそれって突き抜けた選手にはなれない、間違いなく。だってオリンピックの金メダル目指してる人間が普通の選手だったらこうするっていう方向で努力した場合、普通の選手にしかならないですよね。だからこう、環境に染まると言いますか、特殊系の選手たちが普通って言ってるわけじゃなくて、すごい選手たちだし、もうすごい才能あふれる、チームメイトたちなんですけれども、こう染まるなよっていうことかな。僕が尊敬する方たちって言葉が支離滅裂なんですよ、だったりすることが多いんですよ。こう脳みそがちぎれるぐらい考えたとか、あとはなんて言ってたかな、なんか脳から湯気が出るぐらい考えたとか、目玉から火が出るぐらいそんくらい熱意があったとかですね、こう言ってることをよくわかんないんですよねいやこれはいい意味でね、いい意味でわかんなかったりする。でもう本当にこう突き抜ける人ってこうエネルギーにあふれているっていうこともあるし、やっぱりこう瞬間的な物事の捉え方が異常だったりするんですよね。生き切る、生き切る考え方、これはちょっと自分の感覚的な言葉なので伝えにくいな。なんかもっといい表現ないかな。生き切る、とにかく普通じゃダメだということですね。本質的には普通じゃダメだっていう、安木に流れないっていうことも、同じところですね。普通じゃダメだという、この体操選手としての立場と、この亀山の人生の第一フェーズの体操人生というものに対して普通じゃダメだと、いうこと、もっと生き切った考え方をしないとダメだと。普通の人がこれはやんないよねっていう、これは
やらない方が効率がいいとか、うん、うまいやり方だよねとか、だからいわゆるもう本当にさっきずっと言ってる調整するなとかっていうことにも、まあ、似てくるんですけれども、まあ、調整するなっつって今週はちょっと調整してしまいましたけど、まあこれもね安気に流れてるかもしれない、うん、まあ、とにかく普通じゃない普通じゃない考え方を持つと、うん、効率がいいとか合理的だとか、うん、とかってあるんですけど、まあそういうことじゃないんだと思う。まあそういうのでうまくいくかもしれないんですけど、少なくとも僕はそれでいける器ではないかな、うまくやっていける器ではないかな、うん、今までもそうだったかな。結局エネルギーをかけた時にうまくいってる、エネルギーがほとばしってみなぎってもうこう全身からオーラが出ちゃってるみたいな感じだから、もうそれは湯気が出たとか火が出たとかちぎれたとかっていう表現に2回やってくるかもしれないですけど、なんか確かに言葉変わるんですよね、エネルギッシュな時って。うん、エネルギッシュな時って言葉は変わる、こう発想が違うっていうか、そうですね、まあ、発想を変えるっていうとこう端的ですけど、うん、もっとこうね行き切った考え方、普通じゃない普通はこうするよねの逆をいくという考え方が必要なんじゃないかなと。これを、普通はこうするから違うこと、自分は、もっと難しい道、もっと厳しい道行こうってずっとやっていくことによって、もしかしたら言葉って変わってくるかもしれないし、まあ、逆もしかりで言葉を変えていくことによって、まあその行動が変わってくるっていうことも、まあ、あると思うんですけれども、まあ、とにかく生き切った生き切る考え方、うん、普通じゃダメだということを意識していきたいなと思います。うん、ここもちょっと落とし込めるな、まあいいや、またこれは、自分の、行動で変えていきたいですね。うん、はい、3番、去年11月から4月を思い出せということなんですけれども、去年11月に何があったかというと、オリンピック代表選考のかかったとても大事な、ドイツで行われた大会ですね。まあそこで失敗してしまったんですよ。うん、もう大事な失敗、大事な試合で失敗した、もうここでオリンピック決めれるかもしれないぐらいのもう本当に重要な一戦だったんですよ。僕はもうそういう覚悟で、まあ、ずっと作ってきた、練習してきたんですけれども失敗してしまったんですよ。でどんな失敗したかというと、まあ、調整に調整を重ねてしまったとか、あとは技術練習ばかりしてしまって、体が弱くなってたとか、うん、まあ、それこそ安気に流されていて考え方が行き切ってなかったっていうことなんですよ。うん、この 1,2,3 はかなり連動しているなと思うんですけど、僕的には、うん、1と2のせいで、安気に流れて、行き切った考え方を持てなくて、失敗してしまったということなんですよ。うん、まあ自分の中ですごい成功法みたいなものを、見つけてそれにはめることができれば絶対うまくいくって思ってたんですよ、去年の11月に。で見事にはまらなくてダメだったんですよ。これもしかしたらはまんないかもしんない、もう、うん、だからなんだろうな、頼っちゃったんですよね、その自分はこうやるとうまくいくみたいな、なんか年々こうやるとうまくいくみたいなものを見つけては変わっていく、見つけては変わっていく、見つけては変わっていくっていうものをずっと繰り返しているように思います。うん、まあ例えばイメージトレーニングを死ぬほどやるとめちゃくちゃいいとか、体を強くしてその上に技術を乗っけてくると気持ちが勝手に上がってくるとか、まあ気持ちすごいやる気が出るんですよ、体がいい状態で技術がちゃんと整っていて、そうすることによって気持ちが上がってくるっていう理論を見つけたりですね、自分の中で
さまざまな、成功 しやすい理論っていうのを見つけてきたんですけれども、どうにもねそれだけに頼ると良くないなっていうことは分かった、うん、これもしかしたらその理論たちは正しかったんだけれども、自分の、行動が足りてなかっただけかもしれないですね、うん、だからその練習をうまくやって、調整したりとかしてこう効率的に、合理的にやるみたいな感じで、できてたものが、まあここ1年くらいはもうできてないですね、うん、で最終的に見つけたのが強気気合根性、うん、っていうのを見つけました。だから結局まあ強気や根性っていうそのなんか時代と逆行したような考え方なんですけれども、スポーツ選手の芯っていうのはそこがもうかなり大事なんじゃないかなと思います。うん、強気や根性がないやつがエネルギッシュじゃないですよね、多分エネルギッシュなことを考えれない、発言できないだろうし、うん、多分やすきに流れてのらりくらりうまくやっちゃうんでしょう。でも多分僕はそれでうまくいく器ではないって思ってるので、もっと本当に泥臭くいけるようにするしかないはいと思います。まあその11月でとにかく調整して安気に流れて生ききる考え方ができなくて失敗してしまったと。そのなんかやっぱ失敗した時、まあ今日ほどじゃないけど、あ今日ほどじゃないわ、その時、なんていうかな、今日の、5倍ぐらいかな、今日の5倍、5倍か10倍ぐらい心を殴られたんですよ。もうバッカーンってもう頭ガーンっていう、もう脳みそブルって揺れるぐらい本当に俺何やってんだろうって思ったんですよ。でそこから練習が変わって、うん、とにかく休まないようにしようってことを決めたんですよ。だから未だに、ほぼ休みなく、休まなきゃなんないっていう時しか休んでないっていう、うん、今はそういう風にしてます、あれから。うん、で、当時は11月の時点でオリンピックね、あの予定通り開催されてされるっていう予定だったので、まああと11月から換算してあと9ヶ月ぐらいかと、9ヶ月ぐらい俺はもう徹底的に練習しようっていう志を立てて、臨んだわけですよ。もう体痛くてもいいし何でもいい、とにかく俺は金メダル取るから、絶対取るから、もうそのこの9ヶ月間はマジで死に物狂いで頑張ろうっていう、まあそういう志を立てて、11月以降臨んだわけですけど、臨んだんですよ。でまあそこからコロナの影響があって、まあその気合でずっと行ってたんですけれども、やっぱりどんどんなあなあになってきて、あちょっとちょっとやり方考えた方がいいなっていう、あと1年、4月の時点でオリンピックがもうないとかっていうことになったので、1年延期っていうことになったので、そこなんか16ヶ月とかだったっけかな、ちょっと忘れちゃったけど計算早くないんでいいけど、まあ15、6ヶ月ぐらい伸びたと。マジか、だからもう痛めてもいいやみたいな感じで来てたんで、まあ痛い、だから痛いんですよ今体が痛くなっちゃってる。まあでもかなり管理、体のを理解して管理はできるようになったんですけれども、まあね痛いんですよ、うん、まあでもあの時って11月から4月の時って痛くても行っちゃってたっていう、大丈夫だよこんな全然いけるよって、俺だったら楽勝だよ、こんなただ痛いだけだからって、足の指が3月ぐらいに骨折したんですけれども、全然関係ないからって言って、まあさすがに床とか跳馬とかの足系蹴ったりとかダッシュとかっていうのはまあできなかったんですけど、まあ、それでももう全然あん馬の練習は普通にやりますし、まあ、とにかくこう足って痛いの関係ねえから、そこから上半身めっちゃ強くしてるわぐらいな感じで、まあそれはね結構生ききる2番の生ききる考え方ができてたんじゃないかなと
思います。まあコロナでこう空白の期間みたいな感じでちょっと空いてしまった時に自分は安気に流れたかなって思いますね。だから今やることってその11月から4月のあの時のこう激動っていうか猛烈、猛烈っていう言葉はすごいしっくりくるんですけど、その猛烈感がこうあの空白の期間の延長上でやってしまってる今、うん、もっと猛烈にやりたい、うん、なぁと思いますね。うん、思い出さなきゃならないあの時の、強い気持ちっていうか、うん、今も本気だけどもっと本気だったっていうか、もうまっしぐらっていうか、うん、そういう気持ちをね思い出さなきゃダメだ、うん、と思います。まあ今日の失敗を経てね、まあそういう気持ちを思い出させてくれたいい経験として今日は、使いたいなと思います。うん、さて4番、バリエーションある練習、ここはまあさらっていきたいですね。ここはちょっと、まあ具体的なことですね。まあ通し練習、まあ分けた文集練習、それから、試合の演技っていうのは大体10個の技で構成されてるんですけども、まあ、体力的な部分で10個プラスアルファ11とか12、13の技をで演技をして、まあ、スタミナをつけていくっていうこともありかなとか、うん、あと各トレーニング、うん、そのアンバーの腕で支えるんですけど競技なので腕で支える力をめちゃくちゃ強くとかっていうトレーニングだったり、まあ、それから心拍数高めて、こうまあ、走ったりとかですね、そういうことやったりとか、あとは走りながら考える、うん、走りながら考えてから走るじゃもう遅すぎるから、とにかく走って考えることによって理解がめちゃくちゃ速くなるんですよ。まあこれはもう経験済みで、でもここ最近ちょっと考えてから進んでたんじゃないかっていう、安気に流れてないかって、無駄なことしたくないから考えてうまくやろうとしてなかったかっていう、うん、ことかな。まあ、計画は必要だと思うんですけど、でもやっぱり思考と走るっていうバランスと、うん、必要だな。むしろ走る8の考える2ぐらいでいいんじゃないかなって今は思いますね。そのくらいこう、まあ、10-0 でもいいかもしれない。走ってたら絶対考えられるし、うん、まあ、うん、なんか結構メンタル面多いっすね今日はね。うん、あとはマックス、そのアンバの旋回っていろんな種類があって、ゆっくり回すことと、まあめちゃくちゃ大きく回すっていうことと、うん、あとは中くらいで回すとか、とにかくギアがいっぱいあるんですよ。うん、まあそのね、大きく回したら一番いいわけですよ。うん、ただこう試合の時にマックスで本当に回せんのかなとかって思って、マックスで回さずに自分のいいところで、自分のなんていうんですかね、コントロールできる範囲のところで、旋回をしてしまって、で試合の時にはこう力パワー出ますから、試合筋って言われるものでパワー出ますから、それでこうなんていうのかな、旋回がもうすごくちっちゃくなっちゃうとか、まあ、見栄えのしない演技ができてしまうとか、なんかそういうのが結構起きたら、まあ、京都は特にね、なんかちっちゃくなっちゃったなとかって思ったので、マックスで回すっていう練習が必要かなと思ったりとかもしましたね。うん、あとは、まあ、まあ今日みたいな練習、うん、今日みたいな、うん、そうですね、試合さながら本当に試合のように、アップして、体温めて試合と同じような気持ちで、同じようなっていうか試合と同じ気持ちでやってみるというような練習とかですね、まあ、いろんなバリエーション、まあこれ結構やってる、全部やってるんですけど、うん、なんかね、こういつも通すときに、まあ、演技するときにこう心に決めることがあって、それはもう完璧を狙うっていうことなんですよ。うん、自分は落ちない、失敗しないっていうのを大前提にしながら、強気に完璧を狙うと。完璧に狙うっていうのは技の一つ一つのポイントを強気で狙うことだと、うん、技技術のポイントをつかむことで、完璧が出やすいと思ってるので、強気にポイントを狙うことによって完璧を出していくっていうような考え方でやってます。ただなんか最近それがこう本当に
腹に落ちてないなっていう、落とし込めてないなっていうのはちょっと感じたので、こう、まあ、10個の技で構成された演技ですけれども、まあ、10個でそういう完璧を狙うんではなくて、まあ、半分半分にして本当に完璧を狙うみたいな、まあ、そういう練習も必要かなってちょっと感じたりとかもしたし、まあ、ただね、今日終わって総括してみて思ったのは、完璧っていう概念がそもそも人の心を動かすものなのかっていうことだと思ったんですよ。完璧、もっと違うんだよな、もっと生ききんないと、そこもだからこれやばいっしょっていう、本当にいいものだって、やっぱり世界中に自分と、まあ自分よりすごい選手、まあ自分よりすごい選手はやっぱいるか、ただことあん馬においてトップレベルで戦っている選手たちってやっぱり並大抵じゃないし、こうめちゃくちゃすごいんですよ。めちゃくちゃすごい中で自分の完璧という基準が低かった場合、勝てないわけじゃないですか。だからこの完璧の基準っていうのを、あ、そうだね、完璧の基準っていいですね。もうね、完璧の基準だね、書いとこう。完璧、あー、いてて、そう、完璧の基準をもっと高めるべきだなと思いますね。そう、だから完璧の基準は高めて、もう世界のやつらが見てもうわやべえなっていうところをまでいかないと、自分は今そういう立場にいるんだよっていう、そういう立場にいるんだよな俺、体操スポーツ選手としてやっぱ突き抜けなきゃダメだ、って思いますね。まあ、健三、あの白井健三が初めて僕日本代表になった、初代表の時、あいつも初代表で一緒にいた時、やっぱこう会場の目を釘付けにしてましたからね。あいつやばいっていう、あいつにはもう勝てないって、もうみんな諦めてるぐらいの、なんていうんですかね、その圧倒的な感じがあったんですよ。まあ本当にあいつはすごい選手だからそうなってるんでしょうけど、まあ僕もね、やっぱりね、そこには行きたいなって、やっぱりスポーツ選手であればね、そういう選手になりたいですよ。だから、あいつはもう技の基準が違うんでしょうね、多分すごいんですよ。まあひねりがすごいこれ難しいね、表現が。とにかくこう後ろの後方、まあ、宙返りの爆宙のひねりって3回ひねりまでだよねみたいな、3回半ひねりまでだよねみたいな、でしかもやっても最初だよねみたいな、そういう概念っていうかのを完璧に覆した人間ですからね、あいつは。だって一番最後に4回ひねり、一番体がもう疲れてヘッドヘッドの状態で4回ひねりですよ。もともと後方は3回ひねりとか3回半ぐらいまでだろうみたいな、そういう概念があって、しかもやるとしたら最初の方だろうみたいなことを考えてたのに、あいつはデビューで、デビュー戦、世界デビュー、世界選手権のデビューでいきなり最後の技に4回ひねりですからね。あれもありえないっすね。それはもう会場をこう釘付けにするわけですよ。あいつの試合だったと言っても過言じゃないっていうか、いやもうあれはすごいね。まあ、とにかくその完璧の基準っていうか、基準が高い、基準を高める、その完璧の基準を高めよう、と思います。5番、あと、1年という制限の意識。まあ、これはなんかテスト勉強とかでも、まあ、ビジネスとかでもね、よく言われると思うんですけど、この期限を決めるっていうところですね。まあ、ビジネスに関しては本で読んだ知識しかないんですけれども期限を決めるというところだと思います。やっぱあと自分の、あと、まあ、100年
生きるかもしれないって言われてる時代の中で、あとな、あと70年あるわけじゃないですか。そのうちの1年間お前は本気で頑張れないんかっていう、そういう問いかけをすると本当にきつい時とか耐えれると思うんですよね。うん、あと1年しかないっていう、危機感によって自分は動いてくると思うんですよ。どん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 こうやんなきゃやんなきゃやんなきゃっていう気持ちが生まれてくると思うんですよ。だからこれも辛い時とかに、あと1年っていう制限を持ってですね、この1年間でどれだけ高められるかっていうことが今の僕には求められてると思う。うん、そうだね。この意識、まあだから志を立てるみたいな感じだと思うんですよね。うん、まあそれは、うん、11月から4月の時にね、もう絶対俺行くからっていうあの志、こうやっぱりこうコロナで空白が空いた時にこう安気に流れて緩くなっちゃってんな俺っていう、猛烈にやなきゃダメだよと、もうぶん殴りたいね自分を、うん、と思います。はい、なんか、まあ人のためになる動画かわかんないけども、まあ、今回は完璧に大反省会ということで、自分で、自分のね、思ってることを口に出して、伝えることで、覚えるということをねやらせていただきました。うん、まあこれは、まあ、スポーツやっている人とかだったらすごく、いいかもしんないな。ちょっと疲れてきちゃったな。うん、いや本当に今日は本当に大反省ですね。うん、痛い思いする前に、ね、こういう風に、自分で気づいて、やっていきたいと思います。お疲れでした。また明日から頑張ります。バイバイ。